はい、皆さんこんにちは。サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日はですね、名誉毀損を自分がしてしまったと。で、それでですね、経営プロバイダーからテレサ文書が届いたとか、あるいは相手方の弁護士から DM が来たと。で、そういった状況において、どうすればですね、一番安く済むかということをですね、ちょっと考えていきたいと思います。証券非行被害者救済ボランティアのブログというところのですね、12月13日の投稿記事から、を見ながらですね、説明していきましょう。ですね。自分が名誉毀損しちゃった場合ですね。で、この匿名で名誉毀損をした場合ですね、発信者情報開始請求の流れ、もう一回簡単におさらいしておきますと、まあ、最初にコンテンツプロバイダーですね、例えば、サイバー、アメーバーブログならサイバーエージェントですとか、ツイッターだったらツイッターインクとかね、そういったコンテンツプロバイダーに対して IP アドレス開示の仮処分というのをします。これは非公開の手続きですね。で、IP アドレスが分かると、まあ、この時に相手方弁護士から DM が来ることもありますけれども、まあ、普通は経由プロバイダーですね、例えばソフトバンクとか朝日ネットとか、そういった会社、契約しているプロバイダーに対してですね、任意請求をしてくることがあるわけですね。うん、まあ、これ、あまり意味ないんで、個人的にはこの5のですね、経由プロバイダーいきなり提訴した方が、まあ、早いとは思うんですけども、まあ、福永さんなんかは、この任意のですね、請求、裁判じゃなくて、普通に手紙を送って、教えてくんないっていう手紙を送ると、まあ、いうことをやってるみたいですね。で、これやると、まあ、経由プロバイダーから、こういうことが来てるけれども、住所と氏名を教えていいですかっていう紹介が来るわけですね。で、ノーと答えると、まあ、今度は経由プロバイダーを訴えてきて、でもう一回経由プロバイダーからですね、紹介が来る。で、回答書に何か書いて出すと、まあ、それを主張してくれて、で、それを聞いた上で判決が出ると。で、判決で、まあ、この開示を認める判決が出ると、住所と氏名がですね、経由プロバイダーから、原告の方に開示されると。まあ、こういう流れなんですね。で、今日はですね、この、まあ、この2の後の当事者のメールでもいいんですけども、まあ、一般的にはこのテレサ文書ですね、まあ、任意の開始請求、もしくは提訴によってですね、経営プロバイダーから、いわゆるテレサ文書が来た、つまり紹介書が来たときですね、このときにどうするのが一番得なのかっていうことです。はい。で、ここで重要なのは、損害賠償額よりも、発信者情報開示請求の調査費用の方がはるかに高いってことですね。で、侮辱とかのですね、そういった精神的な侵害に対するですね、損害額っていうのは、極めて低く抑えられてるんですよ。うん。例えば、解雇された従業員が暴言を受けた事件では、これ5万円の賠償が認められました。から、私の場合ですと、自分の勤務先にですね、総会屋が乗り込んできて、全く事実無根のことをですね、ギャン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 言われたわけですね。自分の社長とか上司とかいる前で。で、それで30万ですよ。もう全く割に合わないですけどね。というわけで、こういった損害賠償っていうのは極めて定額なんですね。で、一方で調査費用ですね、これ弁護士費用ということなんで、まあ結構かかるわけですね。50万、60万かかるわけですよ。うん、なんで、この金額的には発信者情報開始請求の金額の方が大きいんですね。はい。からまたもう一個ですね。こっちが非を認めると、弁護士が調子に乗って過大請求してくるということですね。これブログの人の方に書きましたけれども、実際弁護士が300万請求してきたっていう事案もあります。ですね。で、この事案では払っちゃったんですね。で、その結果、この問題のある、まあ、自傷被害者っていうんですかね、の他ですね、まあ、焼け太りしてしまったというような事件がありました。ですね。で、そういうこともあるんで、どうするかってわけですね。で、先ほど言いましたように、その開示費用の方が高いんですね。ですので、まあ、なるべく早く自分の氏名と住所を教えてしまった方が、この費用が安くなるから、払うべき損害額というのは安くなるんです。ですね。あ、言うまでもないですけども、自分の投稿が全く問題ない投稿であれば、これはもう最後まで突っ張るべきですよね。いや、あんなの、開示なんか絶対ダメだと。ということで突っ張るべきなんですけれども、
自分がそういった不用意な投稿をしちゃった場合ですよね。の話をしてますね。これはいいですよね。で、まさか言ったように、開示の費用のが高いもんですから、自分から教えちゃうっていうことですね。で、そうすると、弁護士が調子に乗って過大請求してくるわけですね。先ほど言った例だと300万請求してきたというわけです。で、これに対してどうしたらいいかっていうことなんですけども、もうこれね、自分から明らかにした上で、私のおすすめはこういったところですね。これですね。で、私の投稿は違法ではなく、損害賠償義務を負わないと認識していますと。これはっきり言ってください。ね、でしかし、気を悪くしたのであれば、今後のこともありますし、見舞い金として10万円のみ、20万でもいいかもしれませんけども、お支払いしますので、債権債務がないことのご確認をお願いしますと。で、この金額等にご不満でしたら、損害賠償請求訴訟を提訴願いますと。こう書いて、送ることをですね。相手もなんかこの後またぐちゃぐちゃ言ってくるかもしれませんけど、全部無視ですね。全部無視です。損害賠償請求の、裁判のですね、弁護士費用っていうのはこれ上乗せ、ほとんどできないんですよ。調査費用ですね、発信者情報開示請求の裁判費用、これはですね、基本的に上乗せできるんですけど、損害賠償の請求にかかった弁護士費用とかはこれ上乗せできませんので、ほとんどね、できても1割とかなんで、もうこれはもう裁判やってこいと、言った方がですね、絶対に、安くなるだろうというわけですよね。で、大体これ誹謗中傷されてる方っていうのは自分で原因作ってることが多いわけですので、さっきの300万の例なんかもそうなんですね。下の方に書きましたけど、その方は R さんという方をめっちゃくちゃに誹謗中傷してたんですよ。なんで、過失相殺とか裁判で主張すればかなり減額認められてた事例なんですよね。ですので、裁判に持ち込んでですね、やった方が、いいねを払うよりも絶対に安く、絶対にとは言いませんけども、安くなる可能性が高いということですね。向こうは特に弁護士ついてないと分かると、もうめちゃくちゃに過大請求してきますからね。でそれはもう断固、突っぱねた方がいいと思いますね。で、訴えてくれと言った方が、安くなる可能性は高いというふうに考えております。ですね。ただなんだかんだ言っても、やっぱり不用意な投稿しないと、いうことですね。これが本当に一番ですよ。ですから、人格攻撃と言われるようなですね、行き過ぎた侮辱をしないっていうことですね。最近私が閲覧した例だと、片輪といった書き込みをした方が開示されてましたね。で、片輪っていうのはこれも、本当の身体障害者に対して言ったとしても、これ差別用語でダメな言葉ですから、で、それを健常者に対して言っても話にならないですよね。なんでこれはもう当然開示、認められてましたね。からあと事実に基づいた意見ないし論評に関しては、その事実を、証明できるですね、証拠をちゃんと用意した上で、発言するっていうことですかね。そういったところが重要になるかなと思っています。ですから、こういったそもそも開示受けないっていうのは大事なんですけれども、仮に受けちゃってですね、でしかも自分の方にどうも非があると、やりすぎた、嘘書いちゃったといった場合には、こういうふうに早い段階で自分で、住所氏名を教えた上でいくらいくらなら払いますと、で嫌なら裁判を起こしてくれと、いうのが最善手ではないかなというふうに思いますので、ご参考にしていただければと思います。以上、サンソンチャンネルでした。よろしければチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。